小沢義雄は、日本の教育者、文学者、岩手大学名誉教授。背後は、白児。旧姓は片瀬。姓の、沢は、旧自体のため、新自体で、小沢義雄とも表記される。東京府立、第二高等女学校教諭、埼玉県立区期高等女学校教諭、長野県篠野高等女学校教諭、長野市立中学校教諭、 岩手主犯学校教授、岩手大学学芸学部教授、岩手大学教育学部教授などを歴任した。1906年6月、片瀬成十の次男として生まれたが、小沢恵の養子となった。長野県北安住郡七木村出身。長野市販学校、旧制の松本高等学校の門下を経て、東京帝国大学に進学し、文学部の国文学科にて、 国文学を学んだ。1933年3月、東京帝国大学を卒業した。1933年4月より、東京府立第二高等女学校の教諭に就任した。同時に、東京府女子師範学校の教諭も兼任した。1934年6月、埼玉県立区機高等女学校に転じ教諭に就任した。さらに、故郷である、 長野県にて、長野県篠野野高等女学校に転じ、そちらの教諭に就任した。後に、旧制の長野市立中学校に移り、同様に教諭に就任した。太平洋戦争の最中、1943年に、岩手県市藩学校と岩手県女子市藩学校が統合再編され、新たに岩手市藩学校が設置された。それに伴い、同年8月に、 岩手市販学校に転じ教授に就任した。太平洋戦争終結後、国立学校設置法により、岩手市販学校は、森岡農林専門学校、森岡工業専門学校、岩手青年市販学校と統合再編されることになり、1949年に岩手大学が設置された。それに伴い、岩手大学に報職することになり、長年にわたり、 教鞭を取った。1950年には、教授に補職された。なお、岩手大学設置以降も、岩手市販学校は1951年3月までは、並行して存続したため、岩手市販学校の教授にも憲法されている。1972年3月、岩手大学を退官した。退官に伴い、岩手大学より名誉教授の称号が授与された。その後、 1977年に死去した。専門は文学であり、特に国文学、つまり日本文学に関する分野の研究に従事した。具体的には、配文学について研究しており、江戸時代の廃人である小林一佐の研究で著名である。その研究の成果は、学術雑誌などで発表されており、国文学、解釈と鑑賞や、国文学、 解釈と教材の研究をはじめ、国語と国文学など、多くの雑誌に論文が掲載された。一茶の生涯を五つの時代区分に分けて研究することを提唱し、多くの研究者に受け入れられた。その結果、一茶の研究史においては、小沢の提唱した時代区分が定着している。その他、一茶に関する学術書を上司するとともに、一茶の著作の工程を手掛けている。 小林慶一郎、丸山和彦、宮脇昭三、矢羽克行と共に、一社全集を編纂し、数年がかりで刊行したが、その功績は高く評価されており、小沢没後の1980年の場所祭にて、文部大臣賞が授与されている。岩手県の小学校や中学校にて、数多くの校歌の作詞や校庭を手掛けている。また、岩波書店においては、 国語の教科書の編纂に参画していたことでも知られている。趣味は演芸、洋曲、俳句などが挙げられ、白字と号していた。仏教を信仰しており、宗派としては新言宗に属した。妻である小沢斎との間に、君子、正明、正俊の二男一女を設けた。ありがとうございます。